M チャンネルの M です。今回はですね、東伏見駅に北口ですね、北口にありますラーメン味一さんにラーメンを食べに来ました。人生で初めて東伏見駅に来たわけですけども、ご覧のようにロータリーのすぐ近くにありまして、レンガのビルなんですぐ分かっていただけると思います。はい、こちらがメニューになるんですけども、旭川ラーメンも結構いいなと思ったんですけども、今回はこの鷹の爪ラーメンをいただくことにしました。辛さは一応普通にしたんですけども、野菜も満点に入ってまして、食べる頃にはですね、結構いい汗をかくくらい結構辛かったなっていう印象はあります。ただボリュームが結構ありまして、ご覧のように麺は少し太麺ですね。太麺なんで食べ応えがあるというか、結構お腹も満腹になるぐらいの量があったと思います。でこちらは白米ですね。ご飯も一緒に食べて、かなりこう満腹度万全でした。どうか皆さんも機会があれば行ってみてください。